今回 のメガジップラインというのは一つの起爆剤にもなると思うんですね。しかしながらものすごいハードルがあります。国際海峡をまたぐとかいろんなことがあるので、まあ、両方が一生懸命こう支持していかないとうまくいかないというふうに思っています。今日午前、山口県下関市のホテルで開かれた会議には北九州市と下関市の副市長など10人が参加しました。この会議は下関市の火の山と北九州市門司区メカリをワイヤーで結んで人が渡る関門海峡メガジップラインを作る民間の計画を行政として支援しようと開かれたものです。下関市の火の山です。関門海峡を渡って向かい側の北九州市まで1740メートルを90秒で滑り降りる計画です。北九州市と下関市は関門海峡メガジップラインを関門地域の一体的な観光開発につなげたい考えで、今日の会議では許認可を得るための法的な枠組みや交通機関との連携などを検討することが決まりました。